ヨテルローは、京都文宮津市魚屋937にある旅館。1901年に竣工した建物が何度か増築されており、2010年4月28日には、登録有形文化財に登録された。2017年4月、文化庁により、地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化、伝統を語るストーリー、日本遺産の単語地理面回路を構成する。 文化財の一つに認定された。清は、水の隅みて明らかなること、清または、明とくんず、輝きは明に、同じ、輝くとくんず。液境の中に、ミツ日清その徳とあり、清照は、清木光,光の儀なり、清る郎の名称の由来、元六年間に、宮津城下町の本町に創業した。1901年に現在地の魚屋に移転し、 そう二階建ての建物を建設した。明治末期頃には北側の胸の西側を増築した。大正初期頃には北側の胸の三階部分を増築して大広間とした。1921年から1924年にかけて南側の胸を西側に拡張し、同時に三階を建て増しして現在の大広間とした。木座橋会は文人牧閣の宿である。 キヨテルロートの縁から2008年より毎年、大広間舟3階の大広間でグループ展や作品制作を行っている。北側と南側にそれぞれ木造3階建ての2棟が並んでおり、2つの建物廊下が繋いでいる。南側にある大広間舟の大広間は、60畳の座敷と45畳の次の間という巨大な規模であり、内方向を高めた上で、 折城角天井とした特徴的な空間である。2010年4月28日には登録有形文化財に登録された。数多くの著名人がキヨテルローを訪れている。キヨテルローには彼らの書や絵画作品などが館内に多数展示されており、館主はその様子を小さな小さな美術館と表現している。大広間や客室など建物全体に作品が展示されているが、 主に2階と3階には、江戸時代の作品が、主に1階には、明治時代以降の作品が展示されている。ありがとうございます。